皆さんこんばんは。まだ1時55分です。今日は牧野と峠登山口に来ました。先週の河原毛山の歩きぐらいでは体調戻ったかどうかわからないんで、今日は昼間が暑いんで牧野とから朝駆けで九十、稲穂、中岳、天狗、保証と回って歩いていきたいと思います。気持ちが乗れば白口でカップラーメン食べて海鮮と深山霧島の具合を見ていきたいと思いますけど、気分が乗れるかどうでしょう。頑張って行っていきたいと思います。駐車場は2割程度です。そしたら2時出発ぐらいで行きたいと思います。よろしくお願いします。今朝の気温は8度です。8度。よし、5度くらいでもいいね。風が若干あるかなんかぐらいの微風です。ちょっとオールインクでなんとなく変わってるような気がします。4時25分、九十三登頂しました。誰もいらっしゃいません。誰もいません。北東の風が寒いです。寒い、耳当てなんですけど。まさかの。でも温度は10度。10度。よし。東の空には雲がびっしりかかっております。残念。よし、じゃあ稲穂神行きましょうか。明神水人気です。真正面に中岳、人気の手前のコブです。後ろ63降りてきました。さあ今から曇ってますけど稲穂神山に行きたいと思います。九十三に保証、そして天狗岡岳です。日の出は見れませんけど、傾き山、前生寺、後生寺、祖母さん、阿蘇猫岳、中岳、中岳、寝干し島見えます。尾根筋に上がりました。由布岳、鶴見岳、綺麗です。体感温度は5度くらいです。めちゃくちゃ寒い。久留米の32度が嘘みたいです。ウィンドブレーカー、雲がすごいです。ミニアンでして、稲穂山頂がすぐそこです。そして後ろには祖母さん、祖母ちゃん、大正寺、猫岳、高岳、岡岳、うっすらと雲仙も見えております。頑張った。九十三には何人かいるような感じです。なんかこう降って返しないのかな。降ってますけど分かりません。あ、寒いから復旧です。もう近い、岐阜岳も近い、白口山にも上がってきます。さあ登頂しましょう。日の出の時間に登頂しましたけど、岳の手前に少し雲海がかかっております。そして
だけ天狗、僕は新潟北峰だと思います。大祭りが来ます。大祭りが素晴らしいです。素晴らしい。誰もいません。すごいです。朝もいいです。文豪の武田の方に向かいです。稲穂市から少し下ったところのあたりです。カルデラから大観望、そして江戸市、木島、中岳、中岳、猫岳、産山が、祖母さん、前庄司、大庄司とか、金谷山、笠巻山、そして片向山、雲郷の輪、雲海です。はい、下大仙ちゃんと北大仙白口、大祭りが見えております。大祭り素晴らしいです。白口の奥に北大仙が見えます。少し上の方がピンクっぽいです。通じの方も若干ピンクでしょうか。山頂よりちょっと下ったあたりかもしれません。鶴見岳、由布岳、中岳登って帰ります。ライブハラに来た中岳山頂が見えてきました。西の空は素晴らしい青空ですけど、残念ながら東はガスガスです。高千穂あたりから雲海です。から大仙山の裏の方に由布市の方に雲海が流れております。素晴らしい。あと少し頑張ります。中岳山頂登頂しました。中岳山頂から大仙山の裏に雲海が白口、大仙山の向こうに雲海が由布市、由布院の方に流れております。塔頭山の上がピンクになっております。すごいテントが30張り以上ありますね。気持ちいい。風が冷たくて気持ちいい。西の空はすごい素晴らしい。朝です。久留米、佐賀、長崎あたりはいいんじゃないでしょうか。雲仙は朝日が出ております。すごい素晴らしい朝です。中岳から下ってる途中から大仙山の奥に雲海が由布院の方に向いて流れております。由布岳もくっきり、大祭りのテントがくっきりです。空気が冷たいから素晴らしい。西の空は素晴らしいです。天狗牙城の麓に来ました。左側に雲仙普賢岳が朝日に当たって素晴らしい色と空です。13、猫だけでしょうか。祖母山系も雲に隠れてしまいました。今欲しい大仙、北大仙、北大仙の目はこれピンクっぽいですね。
天狗ヶ城登頂しました。また誰もいません。西の空は素晴らしいです。西の山が分かればいいけど、分からないのが残念。この奥はクスでしょうか。素晴らしい。雲仙もすごい晴れてます。大井の方の山も、素晴らしいです。大仙山の方から雲海が雲が迫ってきております。こちらに雲が竹田から雲が迫ってきております。でも西側は素晴らしい空です。西側は外とか北とか福岡県あたりは素晴らしいでしょう。雲が降ります。冷たい風が BK の上から来ております。寒い。素晴らしいことです。寒いって。西側はいい空です。天狗ヶ城です。大仙の方から雲がガスが来て、雲海の雲がどんどんと来てます。西側は綺麗です。西側ガスが東からじゃんじゃん来ております。冷たい空気になっております。冷たい空気に襲われております。まあそうも見えません。この少ない青空を楽しみましょう。靴掛さんのとこまで戻ってきましたけど、ガスが晴れております。ガスが晴れております。まだ雪降ります。雲海になってるから、ガスは西南は最高です。熊本猫岳から高岳、中岳、江戸市島に行きます。大観望も素晴らしい。西南最高ですけど、岐阜院から岐阜市竹田市を迎えます。晴れました。
山登りあるあるガスも取れて枯れてきました。下山時の温度13度、あまり上がりませんでした。だから涼しみの山登りできましたけど、ちょっと上がってきた感じですね。西側は素晴らしい。もうちょっとしたらピンクになるでしょうか。黄色いです。緑と黄色。富士半無事に下山しました。九十三稲穂山、稲穂山で日の出の時間にはどうにか着いたんですけど、ガスガスで暗かったんですけど、まあ中だけですごい眺望のいい動画を撮れたんで良かったと思います。寝ないで来て、暑いと思いきや相当涼しくて寒かったです。このウィンドブレーカー、ウィンドストップがないととても耐えれませんでした。でもこの時間になると最高の天気です。登山あるある仕方ないです。来週は宮間霧島かな。そしたらまたよろしくお願いします。お疲れ様でした。風呂入って帰ります。